周辺行くの島は、瀬戸内海栄諸島の島、有人島である。本州の竹原市中心部からの南へ約4キロメートルに位置する島で、大崎上島の北北西約0.5キロメートルに位置する。この島のすぐ西が千切島になる。全島域が、広島県豊田郡大崎上島町大和東の、面積2.26平方キロメートル。 ほとんどが山林で民家が点在している。気候は瀬戸内海式気候。2010年現在集落は一つのみで、人口26人、うち就労者は11人。みかん栽培が行われている。かつて存在した自然休養村の施設群である馬取海水浴場や宿泊施設、テニスコートなどがあり、再利用を含めた観光展開が考えられている。 この島には遺跡、古墳群が合計21箇所発見されている。特に大崎上島周辺での縄文時代の遺跡はこの島のみで発見されている。また、弥生時代以降の複数の遺跡から青炎土器が発見されており、当時種を作っていた形跡が残っている。古墳では大崎上島町史跡、福浦古墳が貴重で塩墳で箱式石管には 人骨も発掘されている。江戸時代には、広島藩の放牧場として用いられていた。明治以降の行政区分は、1889年村政施行により、東野村、1964年町政施行により、東野町、2003年市町村合併により、大崎上島町大技東野となっている。1930年、東野村は、 昭和強行以降の景気対策としてこの島に農林省が持つ土地を借り受けし、開墾、そして入居者を募集した。その中には、足利清窓かと稼働むつぼもいた。このむつぼに会いに、種田三島家は二度この島を訪れ、窮区残している。1980年代、この島には、行くの島、リゾートタウンというマリンリゾート構想が考えられ、 これに1987年、総合保養地域整備法施行後計画された、瀬戸内中央リゾート構想の一つとして整備されることになった。東の長州市で、第三セクターマリーン行くを設立、アワビ養殖事業とリゾート施設を整備した。1983年から始まった、この事業はバブル崩壊により施設維持に行き詰まり、 アワビ事業も結局はとんざし2001年に閉鎖された。外からの入島は、大崎上島白水港からの朝営フェリーのみ。ありがとうございます。